はい、えー、それでは、えー、特別公開講座ですねの講義を始めたいと思います。えー、皆さんこんにちは。えー、改正民法ここが変わる民法総則編というタイトルで、えー、1時間ほどですね、えー、お話をさせていただきます、えー。担当いたしますのはレック専任講師で、えー、弁護士の日高と申します、えー。よろしくお願いいたします。<laughs> 改正民法に関する講義につきましては、私は、実はレックで,です、ね、新宿校ですけれども、改正再建法のセミナーをやっておりましてです、ね、それも2回やっておりますので、今回が3回目ということになります。 で新宿エールタワーで講義したものはですねこれはの改正再建法全体について法務省の資料に基づいて全体をまんべんなく触れたというものになりますが、まあ、今回、ちょっと1時間というですねお時間の制約もありますので民法総則のみにですね絞りましてこれはの改正点についてお話をさせていただくということになります。で今あの出席さされている皆さんですねおそらく 民法についてある程度知識をお持ちの方ですとかあるいはその民法が変わるということで関心をお持ちの方がほとんどだと思いますけれどもこの改正民法のです、ね、改正点かなりです、ね、大幅な改正が加えられることになりましたで早速ですが、まあ、皆さんお手元にあると思いますけれどもこちらの,そのレジュメあとの補正レジュメといったちょっと訂正が何か所かありましたので補正レジュメですねお配りしておりますこののレジュメの方ですね 全十一ページのこれレジュメの方をまずあのメインに使いましてお話をさせていただきます。で早速ですけれどもその一ページをですねご覧いただきたいと思います。まずあのこのレジュメでカッコ Q とか Q というふうに書いてあるのは現行法ですね。今現にあの効力を持っている法法律と民法ということになります。でカッコ C というのが来年度の 来年の,その4月1日ですね令和2年の4月1日から施行される新しい民法の条文のことを指しています。でなお、ですね今回改正で成年年齢も変わっているんですが20歳から18歳に下がると、まあ、これはまあ皆さんにとってあの常識というか非常に有名な話になってますけれども施行日は令,令和4年4月1日ですからいわゆるですね全体、あの まお大まねのその改正法が施行されるその令和2年からすると、まその2年後ということになります。ですからまだまだということですね。その点はちょっとご注意をいただきたいということになります。はい、それで早速ですけれども、この改正民法に関する改正点ですね、触れていきますが。 あのまあ、この中でおそらくあの事前にです、ね、あのウェブで私、あのそのまあ、このガイダンスの宣伝としてある程度その告知をして,まし,たあのしてたんですがそれをご覧になっている方にはですで、ね、に周知のこととは思いますがただ、ご覧になっていない方いらっしゃると思いますので改めてです、ね、今回のこの改正の趣旨ですねどういう目的で改正がなされたのかということについてまずあの前もってです、ね、お話をしたいと思います。 でえー、レジュメの1ページのところにちょっと書き込んでいきますけれどもまずこれ大きく2つ改正のポイントがあるわけですね。まあ、チラシにも実は書いていることなんですがまず1点目がです、ねえー、国民にとって分かりやすくすると国民に分かりやすい民法ですね。まあ、今までで民法の条文ですね例えば えー、カタカナその漢字とカタカナだけで、えー、書かれていたという民法が、まあ、一応現代語表記に変わったという平成16年の改正があったと、まあ、そこでかなりわかりやすくはなってるんですけれどもただ今回の改正のポイントは、えー、現代語化したというだけではなくてあのもちろん現代語もともとなってるわけですけれども、まあ、現代語化に加えてですね 解釈上争いのあったところに関して今まで私たちはプロですね法律の専門家である弁護士ですとか行政書士にとっては常識であった判例の知識ですねあるいは通説ですね一般的な学説の知識こう,いったものをこういったものを解釈として昔の民法に施して でまあ、これは当然、こういうふうに条文書いてあるけれども、まあ、こういうふうに解釈するんだよねというその常識的なところを、まあ、一般国民にとっても分かりやすくするために判例を条文化したというものがかなり盛り込まれているわけですね。判例あるいは通説の解釈をそのまま明文化したというそういう改正がかなり含まれております。 まあこれがまず第一点ですねですから判例通説を条文の形に変えたと、まあ、明確化したという改正点が一つそしてもう一つの改正点は何かというと、まあ、これも大切なんですけれども社会経済情勢の変化へ対応させる,させるというものですね社会経済情勢の変化への対応とこれが2点目ということになります。 社会経済情勢の変化への対応ですねこれがもう一つの改正の趣旨ということになります。で、これもあの今回ですね。あのこのガイダンスの中で触れていきますけれどもま非常に有名になった。あのある意味、皆さんもある程度ご存知というものにな。あの、そういう改正点になるわけですが、消滅時効期間が見直されたという改正点があるわけですね。これは社会経済情勢の変化への対応という趣旨からです。 もともと判例で解釈されていたというものではなくてこれは消滅時効期間が現代社会ですね取引の迅速化が進んできた現代社会においては長すぎるんじゃないか、まあ、あの基本的に10年というですね契約関係における債権については10年という消滅時効期間が設定されていたわけですが長すぎるということで5年ですね、まあ、あの原則は5年ということになるわけですね。このように 社会経済情勢の変化へ対応させるために合理化していったとあるいは一元化していくというそういう改正点があるということになるわけですねでその他ですね例えば法定利率を見直すというそういう改正もありますこれが社会経済情勢の変化への対応という趣旨からの改正点ですねでこの2点からかなり大幅な改正がなされているというのが今回の改正の特徴ということになります でそこで早速ですけれども、築城形式で改正されるその条文の順序にです、ね、即して改正点をこれから見ていきます。まあ、限られた時間ですから、なるべくスピーディーにです、ね、見ていきたいとは思っていますで。全部で約40点ですね、40ポイントあるんですけれども、まず1点目からいきましょう。<laughs> 1> 1ページですねレジュメ1ページですが意思能力の規定の創設とありましてこれは元々皆、はもともと民法を少しかじったことがある方はもうあの常識以前の話ということになるわけですがこの新しいです、ね、第3条の2という条文ができまして法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とするわけですね。ね この意思能力という言葉を初めて明文化しました今まではあの民法をですね少し勉強したことある方にとってはもう常識以前の用語ということになるわけですがしかし今まで条文の中に出てなかったんですね。 あの自理弁識能力という言葉がありました意思能力とほぼあの同じ意味ですねほぼ同じ意味の言葉ですけれども自理弁識能力はあっても意思能力という基本中の基本の用語は存在していなかったという事実ですねですからこれは、えー、国民にとって分かりやすくするとそういう趣旨になりますまあ意思能力という言葉を全く知らないという方もたくさんいらっしゃるわけですから意思能力という言葉を明記してで、えー、分かりやすくしたとそういう趣旨の改正になるわけですね はい、まあこれはよろしいですかね。で、二点目ですね。二つ目のポイントにいきましょう <coughs>。補佐人の同意を要する行為の追加とありますが、この二つ目のポイントは百二条代理の改正とも関わってきます。百二条あの三ページの方にですね、百二条がありますけれども、代理人の行為能力の規定の変更とありますが、実はこの規制あのこの改正ともあのリンクしているわけですね。ですから関連性のある改正ということになります。 でちょっと1ページ戻りまして新法ですねどういうものかというのを見ていきましょうでちなみに1号から9号までこの13条1項の1号から9号までは従前通りですいわゆる補佐人の同意を要する行為で補佐人の同意がなかったらどうなるかというと取り消しの対象になるわけですねという行為ですで読んでいきますと第13条第1項第10号ですねこれが新しく追加された規定です 補佐人が次に掲える行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし第9条正し書きに規定する行為についてはこの限りではないとありまして。で10号ですね。<laughs> 全各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。制限行為能力者の法定代理人としてすることですね。えー、制限行為能力者の。 法定代理人として補佐人が例えば一定の取引をするという場合に、えー、同意を必要とした補佐人あの、えー、失礼非補佐人ですね非補佐人が法定代理人として抗議をするときに補佐人の同意を要するとしたわけですね。つまりこれはどういうことを意味しているかというとちょっと102条ですね、えー、もう一度確認しておきましょうか、えー、レジュメの3ページですねレジュメ3ページになりますが10番のところです。 代理人の行為能力の規定の変更とありまして旧法では第102条で代理人は行為能力者であることを要しないこれも民法を少しかじったことがある方にとっては有名な条文ですつまり代理人は制限行為能力者であっても構わないという趣旨ですね。 それはどういう趣旨でこういう規定が置かれたかというとあの主に任意代理のケースを想定しているわけです。任意代理の場合には自分の意思であえてリスクを犯して制限行為能力者を代理人にあの立てたんだからそのリスクを感受しなければいけないその本人がですね、という趣旨で設けられているわけですけれどもしかしよく考えてみるとこれは法定代理の場合には当てはまらないわけです。ね。ですからこの102条はこれはどういう趣旨の改正かと言いますとこれは、え。ー まあ社会経済情勢の変化に対応という趣旨がまず当てはまるわけですね。で、そしてまあ解釈上もこれは不当な規定であるとあの法廷代理に当てはめると不当な規定であるとも解されていました。ですからそういったあの両方の趣旨からですね、これ改正がなされていると言っていいわけですね。で、そこで新しく第あの百二条はですねどう変わっていったかと言いますと、制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限によっては取り消すことができない。 ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法廷代理人としてした行為についてはこの限りでないとあるわけですね。ですから本文は主に任意代理ですねもっぱら任意代理の場合に当てはまります。任意代理のケースで本人があえて例えば、非補佐人とか成年非後見人を代理人に立てたというケースだったら本人を保護する必要はない。 したがっっててて能力の制限によって取り消すすこととはでできないいしてるわけですねただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法廷代理人としてした行為についてはこの限りでないとあるわけです。例えばですねどういうケースがそれ考えられるかというのをちょっと考えていただきたいんですけれども例えばですね えあるお父さんお母さんがいて、そしてあのちっちゃい子供がいるとします。えお父さんあの夫婦がいて、まあ三十代の夫婦がいて、三歳の子供がいるとしますね。で、そのお父さんの方に、まあお母さんちょっと置いておくとして、お父さんの方に。 一、えー、人だけ親がいるとしましょう、まあ、親があの例えば、えー、おじいちゃんおばあちゃんですね、あのー、にあたる人ですけれども、えー、おじいちゃんおばあちゃんがいたんだけどおばあちゃんはもうすでに亡くなっているとでおじいちゃんだけがいるでそれが唯一面倒を見,見ることができそうな人だとしましょうでこのケースでその30代の夫婦が何か事故とかあるいは事件に巻き込まれて2人とも死んでしまったとします。 でその時に残された3歳の子供ののの子面倒を見るのが唯一そのおじいちゃんだけといいうケースですね。えー、おじいちゃんも70代だけれども、えー、その3歳の子どもを面倒を見なきゃいけないというケースですその時に、まあ、おじいちゃんまだあのしっかりしている時精神能力しっかりしている時に未成年後見人の指定を受けたとします未成年後見人これは法廷代理人ですねところが未成年後見になったらいいけれども、えーまあ、あの孫がですね、まあ、自分が貢献している孫が 10歳になった時にですね自分自身も,もう認知症かかってしまったで認知症にかかってしまって、えーまあ、例えば補佐ですとか貢献が開始してしまったそういうケースですそのようなケースにおいてこの条文が意味を持ってくるわけですね。その 孫を保護しなければいけないつまり制限行為能力者他の制限行為能力者の法定代理人として例えばデタラメな取引をしてしまったその孫の財産に関してデタラメな取引をしてしまったというケースでそのような行為は取り消しの対象とすべきであるということになるわけですねそういう趣旨で百二条が改正されたということを踏まえてくださいで今の話を踏まえて十三条ですね えー、見ると、えー、制限行為能力者の法廷代理人として、えー、例えば今のおじいちゃんが出た、ねえー、タう取引をしたというときにはこれは補佐人の同意を要する原則として補佐人の同意が必要であるということになるで補佐人の同意なくして勝手にやったら取り消されるということになるわけです。はい、で、米、えー、印はです、ね、あの細かいあの形式的な改正点です。 本郷の新設によって制限行為能力者の定義規定が本郷括弧書きに置かれたために第20条の括弧書きつまり制限行為能力者の定義規定ってもともと20条の中にあったんですね、まあ、20条の最国権ですかねの規定の中にあったとでその括弧書きがなくなったということになるわけですこののような形式上の改正点もたくさんありますだから改正点がいっぱいあるといってもこういう形式的な改正も多いんですね。あの要は条文番号が変わっただけとか えー、見出しが変更されただけと、そういう改正もかなりあります。だから、あの実質的な改正点がどこなのかをきちんと理解しないと、えー、とにかく全部変わったというふうにです、ねえー、思,っ思ってしまうわけですね、実質的な改正点をきちんと理解するということが必要になります。はい、じゃあ3点目いきましょう、えー、3つ目がです、ね、無期名債権に関する規定の削除、まあ、そんなに大したあの改正ではないんですが、無期名債権は、動産と見なすとあるわけですね。 ただあの無記名債権についてはじゃあ何と見なすのかというとこれはあの記名式所持人払い証券ですねこれと同じように見なすという改正がなされているわけです、まあ、このような規定はもうあの意味がないあのほとんどですね動産として扱うことに合理性があるのかということになりますので意味がないものとして削除されたということになります、まあ、これも社会経済情勢の変化に対応させたものということはできるわけですで4番 公女領族に関する規定の文言削除、まあ、これも、えー、あまり大きな改正ではないんですけれども、えー、米印に書いた通りですね、えー、これは公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とするというふうに変わっているわけですが、もともと90条はどういう条文かというと、こういう規定だったわけですね、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為と。 いうこことだったわけですがこれはの事故を目的とするというふうに明記してしまうと法律行為の内容そのものが公序両俗に反する場合に限定されるという解釈が成り立ちうるわけです。でえつまり例えば人身売買であるとかあるいはその覚醒剤の取引ですねこれはその法律行為の,その本質的な要素として売買の対象が人間であるとかあるいは覚醒剤というです、ね、公序両俗に真っ向から反するものということになるわけですね。 ところがこれ有名な判例がありましてあの動機の不法という論点があるんです。動機の不法というのは賭博の,その資金に使うためにお金の貸し借りをする金銭消費対策契約ですねで。ところが金銭消費対策契約自体そのものを取ってみると別に何ら公除両属に反していないわけですね。ですからこういったものがその従前の,その90条の解釈からはストレートには導けない。つまり、 事故を目的とするとあるのでその法律行為の内容そのものが公序良俗に反しているといえない場合であっても動機の不法のケースであってもしかし、その当該動機を相手方が知りまたは知ることが可能であった場合には無効とすべきではないかという論点があ,るんです、ね、あ,のあったんです。 でそ,その点においてもう端的にです、ね、この事故を目的とするというところを削除して公の質問または善領の付属に反する法律行為ということでいわ,い,あのいわゆる動機の不法も広く含めてです、ねえー、その条文の中でカバーしていこうとそういうい趣旨の改正にな,りますこれ、ね、なぜ文言が削除されたかという、まあ、今の理由を説明しているわけですが一見、そんなにあの大したことはない。まあ あの実際そんなに大きな改正でもないんですけれども、そういうもともと判例で。動機の法も含めて、え控除の予測違反として認定していこうという、そういうあの判例があったわけですけれども。もそれはあの反映させたものということになります。まあその意味では、分かりやすくするための改正ということが言えるわけですね。はい、じゃあ次のページ行きましょう。に二ページ目。はい、五番目ですね。えこの五番目以下はいわゆる意思表示の規定の改正です。五番目から。 8番目あたりまでですねこれが意思表示に関する規定の改正これもかなり変わってますで、非常に大きな改正がありますまず5番目からいきますと心理流法における善意の第三者保護の規定の新設とありますね でえー、とこの点ですね、これ、93条、従前の93条がそのまま93条1項になるというあの米印を書いてしまいましたが、すいません、あの私もあのこれうっかりしてまして、もともとなかった条文、あの文言が追加されてました、それがあの補正レジメですね、の上の方の2ページの5というところですが、新しい93条第1項ではこの線、この下線部分ですね、アンダーライン引いたところが追加されています。 意思表示は表示者がその真意でないことを知ってしたときつまり本気で売りたいとか買いたいと思ってないのに売るよとか買うよというふうに言った場合ですね真意でないことを知ってしたときであってもそのためにその効力を妨げられないただし相手方がその意思表示が表示者の真意でないことを知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とする でえー、皆さんあのご自宅に帰って6本お持ちの方は6本確認していただきたいんですが現行法はその真意を知ってしたときとか真意を知りまた知ることができた時ときと規定されているわけですね。ねそこを明確化してます本気で言ってないということを知っている場合ですね、えー、という意味で、えー、この93条1項の改正がなされているということになるわけです。はい、でちょっとレジュメに戻りまして2ページですね。えー、じゃあ,あの93条さらにもう一つ追加があります。 93条2項が加わったという改正点ですねこれ大きな改正ですね全項正しがきの規定による意思表示の無効は善意の第三者つまり善意者保護規定が置かれているということですね全車保護規定が置かれているに対抗することができない これあの古い判例があるんであので有名な判例があるわけですがこれは94条2項の類推適用でかあの解決していたわけですね心理留保における取引に関して全員の第三者が利害関係を持ったという場合にその人をどうやって保護するかこれ古い判例だと94条2項類推適用によっていたわけですがもう今後はこの類推適用をする必要がないということになるわけですねこれが93条の改正点ということになります。 はいそして6番目、これ大きな改正ですね、非常に重大な改正の一つになります。えー、まず、これ、判例をかなり取り込んだという改正点でもあるわけですが、同時にもともと解釈上、ですね、えー、変更すべきではないかとされていたところを変えたものです。まず、九法の規定から確認しておきましょう、これはあの大切なんであので、ちょっと九法も挙げておきました、九法は意思表示は法律行為の要素に策をがあったときは無効とする、無効だった,だったわけですね。 かつてはかかつてはというか今,今なんですけれども、えー、現行法ででは無効なんですただし、表依者に重大な過失があったときは表依者はその自らその無効を主張することはできないという規定になっていたわけですね。でこれ、いくつかです、ね、あの重要な改正点が含まれてますけれども新法はどうなったか95条。新法です意思表示は 次に掲げる策語に基づくものであってこれ基づくも実は重要なんですね、これ、因果関係を意味しています。つまり、当該策語がなければその一種ではしなかったであろうという因果関係ですね、これは必要だとされていますので、基づくものであって、その策語が、ここですね、これもポイント、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要。で、この基づくっていうところと、この重要性、これがいわゆる要素。 のその要素の解釈から導かれるわけですね、まあ、昔は要素の錯誤と言っていて要素というのは大切な錯誤だとでその錯誤がなければ当該症をしなかったであろうと認められる程度の重要性を持っているものというふうに理解されていたわけですがそれを明文化しましたそういう改正になります。これも判例があるわけですすねだかからら例を明にににしたとあの条文に表したたとと条文表そういうい改正になるわけで,すで重要なものであるときはここも重要です。 取り消すことができるなんと取り消しに変わってしまった無効だったものが取り消しになったということになります。無効と取り消ししは概念上あの区別ななきゃいけないわけけわですもともと錯誤は無効ですと言われていたものがもともとですね錯誤無効というのは主張権者が限定されてました錯誤無効に関しては表示者しか原則として主張できないとされていたわけですね。その意味ではこれかなり取り取消しに近い 制度でであったとというこがきるそこでもういっそのことこれ全部取り消しにしてしまえということでいわゆる通説というか有力説ですね有力な学説を反映させたものということになります。で1号2号ですね見ていきますと1号が「意思表示に対応する意思を書く作語」とありますがこれがいわゆる表示の語ですこれがいわゆる表示の作語これはもともと作語として当然認められていたものですね。 意思とと表示が一致してないといなうものですでこの2号ですねこれが改正点あの大きな改正点ですが「表依者が法律行為の基礎としてした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」ですねこれを何と呼んでいたか。 これ実はあのもともとあの民法を勉強してる皆さん、あの民法の学習経験ある皆さんにとっては。実は非常に有名なあの判例があるわけですね。その判例をあの反映したものということになりますが。その判例何かというと、動機の錯誤に関する判例です。こちらに書きましょうか。動機の。錯誤。これ動機の錯誤を条文化したと、そういうものになります。 で動機の錯誤に関しては、ただそれがストレートにすぐに錯誤に当たるわけではないということも皆さんご存知だと思います、これも有名な判例があるわけですね、動機の錯誤について、これは要素の錯誤になるのかならないのかということに関する判例ですが、すみません、あのちょっと肝心なところで,です、ね、私、ちょっと入力ミスをしてしまいましたので、これも補正レジュメ、見てください、補正レジュメの下の方です。 あの95条2項はこれが正しいんですね、ちょっとレジュメの方に載っているのは、これ、入力ミスです、95条2項で、全項第2号の規定による、つまり動機の錯誤ですね、による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示、つまり動機の錯誤は意思表示として表示されていなければいけないという判例があったわけです、表示されていたときに限りすることができると。 いわゆる動機の錯誤に関する判例理論ですね、これをそのまま条文化したものということになるわけです。はい、じゃあ、ちょっとレジュメに戻りまして、95条3項ですね、続けて見ていきますが、3項もこれも大切な改正点なんですね。3項。 錯誤が、表意者の重大な過失によるものであった場合重過失があったら主張できないというです、ね、あの従前の規定なんですけれども、えー、場合には次に掲げる場合の除きとあって重過失があっても表意者に重過失があってもなお取り消しができる場合を規定しています、えー、次に掲げる場合の除き第5の規定による意思表示の取り消しをすることはできないとありまして1号相手方が表意者に錯誤があることを知り または重大な過失によって知らなかったつまり相手方が悪意だったらたとえ表意者に重過失があっても作、えー、語無効の主張ができるあ失礼錯誤の取り消しですねの、えー、主張ができるとしたわけです、えー、相手方に、えー、悪意または過失があればたとえ表意者自身に重過失があっても作語取り消しができるとしたわけですねという規定になりますこれはあのもともと通説がそういう見解を取っていたわけですで2号 相手方が表依者と同一の錯誤これを共通錯誤というんですね向こうも勘違いしている自分も勘違いしているというケースだったらたとえ表依者自身に重過失があってもこれは錯誤による取り消しを認めましょうとそういう規定になるわけですね共通錯誤と呼ばれる論点ですこれもやはりあの通説の解釈があるわけですそして4項これも重要ですね前者保護規定が置かれている 1> 第一項の規定による意思表示の取り消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと言って善意者保護の規定も置かれているということになるわけですねこれも重要な改正点ということになりますもう九十五条根本的に変わっているわけですねもともとは策語無効としていたものがそもそもこれ今後は策語取り消しということになるわけです策語による取り消しですね ですから根本的にこれ民法の理解を変えていくものになりますのでここはもう今まで民法を勉強した方は特にですね注意してきちんと95条を押さえていただく必要があります。はいじゃあ7番いきましょう 7番は96条の改正点ですね、96条の2項と3項が変わっているわけですが、これは微妙な改正といえば改正なんですけれども、ただ、やはり今まで,です、ね、第三者の保護要件は善意だけで足りるというふうに覚えていた方は、これ、要注意ということになります。96条2項 <laughs> 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った第三者詐欺ですねのケースで相手方がその事実を知りまたは知ることができたときつまり過失ですねがあったら取り消しができる悪意または過失があれば取り消しができる逆に言うと全員かつ昔の相手方に対しては取り消しすることはできませんとそういう規定になったということになります。 で3項ですが、前2項の規定による詐欺の意思教授の取り消しは善意でかつ過失がない、善意かつ無過失、第三者に対抗することはできないとして、もともとは善意の第三者に対抗できないという条文だったものが過失、無過失まで要件として要求されたということになります。これは通説ですね、これは通説がそういう解釈を取っているからということになります。はい、じゃあ3ページいきましょうか。<coughs> 3ページの8番ですが、意思表示の効力発生時期に関する規定の新設変更、ですね変更、新設というところで、これ、何が変わったかというところが重要なんですけれども、あの旧法では、各地社に対するで始まっていたんです、あの条文がですね、各地社に対する意思表示はとして、97条、もともとの各地社間の意思表示に関する規定だったと、その効力はいつ発生するか。 あの対話者間だったらもう話した瞬間にですねこれ相手に言葉が伝わっているわけですから特に規定がなかったわけですが各地社間でもこれ現代社会だと電子メールとかそういう手段も発達しています。郵便事情もよくなってますですからそういう現代社会の,ですねその社会情勢からしますとこれは各地社に対すると限定する必要ないんじゃないのということでそれを削除したとそういう改正になるわけです。ねですから97条は1個だけ読んでおくと 意思表示はその通知が相手方に到達,到達,時です、ね、到達したときからその効力を生ずるとありますが対話者と各地者を区別しないという改正にしたということになります、はい、じゃあ9番いきましょうか9番の改正点ですけれども代理行為の可視の規定の変更追加とありますけれども9からあの。 9から以下ですね。14、15、16、結構ありますね。16番までがこれが代理に関する改正点ということになります。でまず1 0 1条ですねの改正点ですがこれはあの何が変わったのと思われるかもしれませんがあの項が増えてます。まず項が増えてるっていうのが改正点ですけれどももともと一項でまとめられていたものを明確に区別したという改正があるわけですね。ちょっと1 0 1条を読んでいきますと。<coughs> 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤錯誤は意思の不存在から外されましたこれもちょっと微妙な改正点ですね。錯誤詐欺脅迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合にはその事実の有無は代理人について決するものとするとで一項は代理人が相手方に対してしたというふうになってるわけですね。 で2項でどうなっているかというとこれが入れ替わると、ひっくり返ると相手方が代理人に対してした意思表示つまり今度はあの意思表示を受領する場面ですね意思表示を受領する場面ですけれどもの効力は意思表示を受けたものがある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合にはその事実の有は代理人について決するものとするとあるわけですね、まあ、こういう規定になっているということになります。 あとは3項、ですねこれもちょ,っとあのあのちょっとした改正点なんですけれども、えー、指図という言葉がなくなっているという改正になります、えー、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することはできないこれはあの本人の指図に基づいてというです、ねえー、そういう文言があったわけですけれども、えー、その本人の指図という文言はなくなっているということになりますで本人が過失によって知らなかった事情についても同様とすると。 ありましてこういう規定が置かれてますよとあのこういうふうに変わってますよということになります <laughs> はいじゃあ102条ですね見て、102条これ先ほど見ましたのでいいですかねこれあの法廷代理人に関してその制限行為能力者が法廷代理人になって取引をしたというケースで取り消しが可能になると取り消すことができる場合があるというそういう規定になるわけですね はい、4ページいきましょう11番、えー、これ、副代理に関する規定がですね、えー、ちょっと変わってます、えー、これは旧法の105条というのがありまして、えー、特にこれあの、専任監督の責任ですとか専任監督の責任があの軽減されるケースですね。 えつまりあの2項ですね代理人は本人の指名に従って副代理人を選任したら全項の責任を免れるというふうにです、ね、軽減されたりあるいはその、まあ、その不適切、あの不適任である場合などにです、ね、その責任を負うんだというような規定があったわけですがこの規定自体はもう合理性がないとされたわけですね、この米印に書いたとおりです、あの副代理人選任の場合にその代理人の責任軽減を含む規定というのはです、ね、合理性がないと。 でそこで委任契約関係における債務不履行の一般規定ですね、これにゆ委ねると、そういう趣旨で105条,10条はこれ、削除という改正になりました、はいで。12番ですね、代理権乱用の規定の新設、これは有名な判例があるものです、あの判例をあの条文化したと、そういう改正になります。第条 代理人が事故または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合これが代理権の乱用と呼ばれるケースですねにおいて相手方その目的を知りまたは知ることができたときはその行為は代理権を有しない者がした行為とみなすつまり無権代理とみなすという明文規定が置かれているわけですね。無権代理とみなす これも有名な判例があるわけですね、最高裁の判例があるわけですが、有名なその最高裁の判例に基づいて、今回改正をしたものということになります。はい、13番ですね、いきましょう。自己契約、双方代理の規定の変更、追加とありますけれども、1 0八条の改正で一番大切なのは2項ですね、あの1項もこれは改正はあるんですけれども、2項が重要です、1 0条。 108条の1項は従前のいわゆる自己契約とか双方代理は原則禁止というものですね。で2項です全 <laughs> 項本文に規定するもののほか代理人と本人との利益が相反する行為について利益相反行為ですねについては代理権を有しない者がした行為とみなす無権代理利益相反行為について利益相反行為は無権代理行為とみなすという規定を置いたということになります。 ただ、し本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではないというです、ね、例外もありますが利益相反行為一般についての原則的な規定を置いたと総則、まあ、的規定を置いたということになるわけです。はい、じゃあ14番からですね14、15はいわゆる表見代理の改正。 でこれも判例を表したものと判例を明文化したものということになります有名な判例があるいわゆる超常適用あの民法を勉強したことある方はあのご存知かと思いますが頂上適用を、まあ、認めましょうと超常適用を一定の余計のもとで認めますという判例があるわけですねでそれを条文化したものということになります。19 2項ですね 第三者に対して他人代理権を与えたものを表示、代理権重要表示ですね、したものは、その代理権の範囲内において、その他人が第三者との間で行為をしたとすれば、全項の規定によりその責任を負うべき場合において、つまり、まず109条1項の要件を満たす場合ということです。109条1項の表権代理の要件を満たす場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外ですね、今度あの、いわゆる110条の越権代理ですね、をしたときは、 えー、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当の理由つまり善意無、えー、そのお、えー、越権行為をしているにもかかわらずその当該代理権があるとその権限があるというふうに信ずべき正当の理由があるときに限りその行為についての責任を負うという規定にしたわけですねいわゆる頂上規定を明文化したものということになります頂上規定に関する判例法理ですね、これを明文化した。 で同様の趣旨で5ページです。5ページ112条も同じ。これは今度あの代理権消滅後の表見代理ですね。についてやはりあの判例法理を明文化したということになります。で112条の2項ですね。あの特に重要な。のは 他人代理権を与えたものは代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば全項の規定によりその責任を負うべき場合においてその他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当の理由ですねがあるときに限りその行為について責任を負うというものになります。 これも超越適用を超越適用に関するその判例法理を明文化したものということになります。はい、じゃあ十六番ですね。いきましょう、えー。無権代理の責任のあの規定の変更とありますけれども、これは無権代理に関してですね、えー、まああの条文を整理したというところがまず一つあるわけですね。百十七条一項から。 他人の代理人として契約をした者は事故の代理権を証明したときまたは本人の追認を得たときを除きです、ね、これが免責される場合ということになります、えー、相手方の選択に従い相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うというものですね。これはまあ表現をあの変えた程度というものですねで2個、全 <laughs>、えー、項の規定は次にかかる場合には適用しないとありまして1項、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときですね 代理権持ってないということを知っていた時で2号他人の代理人として契約した者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかっただから悪意の場合と過失の場合っていうふうに規定しているとただし他人の代理人として契約した者が事故に代理権がないことを知っていた時はこの限りでないとあってここはまあ改正点。 解釈上これはその無権代理人があの自らですね無権代理人であることを自覚してやっている場合には不当ではないかだから例えば相,相手方に過失があったとしても責任を負わせるべきであるとそういうい趣旨ですねで3号他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていた時ですから行為能力制限があったらこれは無権代理人としての責任を負わないということになります。 はい、で17番、取消権者の規定の変更とありますがこれはあの <coughs> 制限行為能力者ですね120条1項にその制限行為能力者という文言があるわけですがそこに他の制限行為能力者の法廷代理人としてした行為にあっては当該他の制限行為能力者を含むとつまり、制限行為能力者の法廷代理人としてある法廷代理人が行為をした例えば 被補佐人なのに補佐人の同意を得ずに勝手に代理行為をしたというケースですねその場合に当該他の制限行為能力者これも取り消し権者に含まれるということになりますその代理行為をした制限行為能力者自身ですねつまり法廷代理人である制限行為能力者自身が取り消せるのは当然として当該他の制限行為能力者つまり本人ですね の方も取り消し権を持つということになっているわけですね。その点注意はあの注意をしていただきたいということになります。<laughs> はい、えー、そして十八番は百二十一条正し書きこれはあの合理性が、えー、ああの百二十一条の二の第三項の方にあの移りましたのでそれで削除されたという形式上のあの改正点ですね。で六、えー、ページいきましょう。<laughs> その121条の2なんですけれどもこれ取り消しによって訴求項が生じるというのは従来から規定されていたで訴求項が発生すると最初からなかったことになって無効と同じ状態になるそれも常識だったわけですねじゃあ無効と同じ状態になったときにこれはその後どうすればいいのかこれ一般的な不当利得に関する規定で処理すればよいという学説も有力だったわけですが えー、ここ、もう、ここは、あの、争いのある点で、だったわけですね。争いがあった。つまり、えー、不当利得の一般規定によるんじゃなくて、やはり、あの、配慮が必要なんじゃないのと、いうことで。えー、この、お、百二十一条の二で、それを明確化した、ということになります。えー、見ていきましょう。 121条の2の第1項ですが無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは相手方を現状に服させる義務だから現状回復義務です、ね、原則として原状回復義務を合わせることにしたということになります。第2項全項の規定にかかわらず無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けたものつまり無効な無償行為贈与とかというものですね。 無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは給付を受けた当時その行為が無効であること給付を受けた後に前条の規定により無効であったものと見なされた行為にあっては給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを、えー、とすみません、えー、とものがごめんなさい。ここれれひらがなですね失礼しましまたこれあのちょっと えー、気づいてなかったところですけれどもものであることを知らなかったときはその行為によって現に利益を受けている現存利益です、ね、の限度でと、えー、返還義務を負うということになります。無効な向こうの無償行為の場合は現存利益でいいんじゃないのとしたわけですね。で3項第1項の規定にかかわらず行為のときに意思能力を有しなかった意思能力無効ですね。 に有しなかったものはその行為によって現に利益を受けている原料においてあの意思能力による無効のケースでもやはり現存利益だけ返せばよいとしたわけです行為の時に制限行為能力者であったものについても同様とするとあってまあ、制限行為能力者と意思無能力者ですねを保護する趣旨の規定ということになります はいえー、と20番は122条正し書き、これはあのもう解釈上争いなかったところですけれども、追認したからといって第三者の権利が害されるケースは想定できないということで、これは削除したと、そういうものになります、はい。そして21番ですね、追認の要件の規定の変更削除とありますが、追認要件が、これが、 これ、えー、おそらくです、ね、民法を勉強したことある方にとっては、えー、これ、条文に書いてなかったのというふうに思われるところなんですけれども実はあのこれ、なかったんですねあの、明記がなかったもの、それを、えー、明らかにしたと、そういう改正になります、124条1項ですね、えー。取り消すことができる行為の追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取り消し権を有することを知ったと、ここです、実は。 消滅した後にしなければとは規定されていたわけですがかつ以下がです、ね、追加されています取消権を有することを知った後にしなければその効力を生じない、まあ、知ってて追認しないと意味ないというのはもうこれ常識的な解釈なんですけれどもところがこれが明記されていなかったわけですねで分かりやすくしたということになります。 はい。で、まあ二項はあの制限行為の力者法の観点からのまあ規定ということになるわけですね。まあそれはあのちょっと飛ばしましょうか。で、二十二番ですね。二十二番。<coughs> えー、条件成就の妨害に関する規定の追加とありますがこれも判例法理をあのあ追加したものですね、えー、判例法理を明文化したものということになります。これはあのアデランス事件という有名な判例があってですねそのアデランス事件をまああの条文化したものということができるわけです。えー、読んでいきますと120条2項、えー、条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができると。 成就すると利益を受ける当事者が不正行為をして不正に成就させたと、その時には条件は不成就と見るわけですね見なされることになります。アデランス事件についてはちょっとここで解説する時間がありませんので、もしちょっと聞いてみたいという方はぜひ合格講座のであで聞いていただければと思います。そこで説明ししまますで7ページ行きましょう 事項の援用の規定の変更とありますが、事項に関する改正ですね、以下も全部事項に関する改正になります、7ページからあとですね、11ページまで全部事項ですね、あの非常に重要なあので、ボリュームもあるところですね、重要な改正であり、ボリュームもあるところです。はい、じゃあ、まず23番からいきますが、23番はこれは、えー、判例法理ですね、を明確に表したものということになります、事項の援用権者を明記した。 旧法の145条では当事者がというふうに書いてあったわけですね、まあ、当事者というふうに書いてあるわけですがあの新しい145条では当事者に括弧書きが追加されましたで括弧内は何かというと消滅事項にあっては保証人、物上保証人、第三取得者です、ね、これ、例示ですけれどもその他権利の消滅について正当な利益を有するものを含むと。 これもうそそののまままま判判例例なんです、ね、判例そのままですす。ね。政党利益を有するものはえ広く援用できますよ援用,ええ援用権を有する当事者に当たりますよという解釈が取られていてでしかも古い判例大臣の判例からこの保証人だとかえというものが争,争われていたわけですねでそれはあの保証人は当事者であるという解釈がもう確定しているその確定した判例の解釈をです、ね、そのまま条文化したものということになります。 で24番が時効に関する用語の変更でこれもあの今まで民法を勉強していた方にとっては逆にあのちょっと混乱を生じやすいところですからしっかりですねあの覚えていく必要があるで民法まだ勉強してない方にとってはもうこういうものだとして覚えてていいってくださいださから時効の中断とか時効の停止という言葉はです、ね、だからあのここ注意しなきゃいけないのが古い参考書とかを使って勉強しているとだめなんですよ。 これ時効中断とか時効停止って書いてあるんですけれどもあの現行法ではそういう言葉を一切使いませんですから時効の中断停止に関する説明というのがですね、えー、そのままじゃが新法に当てはまるかというと、えー、実は必ずしも当てはまらないところもあるんですねですから時効の中断とか停止という言葉が書いてある参考書は全部捨ててください民法に関してはですねそれは使えません一切。でえー、見ていきますと これは時効の完成猶予時効の更新という言葉に変わります。で、ただこれ言葉が置き換わっただけじゃないんですね中断が完成猶予で停止が更新とかってそういうことではないんですねこれはあの完成猶予というのは文字通りその時期まで時効が完成しないで猶予されるとそういう意味になりますで時効の更新はリセットです。 だからあのどちらかというと自己更新が自己中断に近いんですね。自己中断というのはあの単に止めるだけじゃなくて、えー、さらにリセットもされるという制度になりますから自己、えー、更新というのは自己の中断に近いものということにはなります。で20えー、これは事、ねえー、効の,その完成、えー、これ147条ですね。 えー、事態がこれ1回削除されて事項管制猶予事由ごとにその規定が再編されるとそういう改正がなされています147条を見ていきますと新しい147条あの昔の147条は事項、えー、中断事由が列挙されていたわけですね、えー、請求だとか、えー、その差し押さえとか仮処分とかですねそういうのが、えー、書いてあったわけですけれども147条新しくこうなりました。 裁判上の請求等による自己完成猶予及び更新自由の規定ですね、になりました。で、次に書かれる自由がある場合には、その自由が終了するで、確定判決または確定判決と同一の効力を有するもの、これはあの、わかりますかね、これはあの、和解調書とか、調停調書ですね。 によって権利が確定することなくその自由が終了した場合にあってはその終了の時から6ヶ月ですね6ヶ月というのはちょっと覚えておく必要がありますね終了の時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しないで1号が裁判上の請求ですね裁判上の請求いわゆる訴訟提起です で2号が支払い特則ですね、これはあの裁判そのものではないけれども簡易裁判所に対して申し立てを行うものですね、えー、支払い特則で。3号、民事訴訟法第275条第1項の和解または民事調停法もしくは家事,家事事件手続法による調停ですね、家事調停、民事調停あるいはその裁判所の和解ですね、といったものです。で4号 破産手続き参加、再生手続き参加、または公正手続き参加ですね。破産という手続きですね。これが、事項中断自由、あ失礼、事項完成猶予の自由ということになります。で項 全項の場合において確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは時効は同項各号に掲げる自由が終了したときから新たにその進行を始めるこれが時効の更新ですこの2項がいわゆる時効の更新1項は完成猶予を指しているわけですねで2項が更新ということになります、はい、じゃあちょっと続けて次のページいきましょう8ページ 26番ですね強制執行等、まあ、これはあのかつてもです、ね、もともとあった規定をその条文の位置も変えたということになるわけですが148条ですねでちょっと本文はもうあの読まなくてもいいですかねこれはあの先ほどの147条とほぼ同じですで1号が強制執行で2号が担保権の実行3号が民事執行法の第195条に規定する担保権実行として競売の例による競売とありますけれどもあのちなみにですねこれはあの 例えば司法書士の勉強などをです、ね、されている方いらっしゃると思いますので3号を何て言うかというのはちょっと覚えておいてください3号は形式競売ですこれ形式競売と呼ばれます例えば共有物分割の際に競売をしたりするわけですけれどもこれを形式競売と呼ぶわけですねいわゆる担保権実行としての競売だとか強制競売とはちょっとあの意味合いが違うということで形式競売とか形式的競売という言い方をします。で4号 民事執行法第196条に規定する財産開示手続きというものですね、いずれも時効が完成猶予されるということになります。で、2項、まあ、2項はこれ、更新ですね、えー、に関する規定ですから、ここはちょっと飛ばしましょう。はいえー、ちなみにこれ、略されてるのは何かというのは、の下のアスタリスクで書いてありますんで、えー、これは法律番号ですね、あの条文に書いてあるものをあのただ略しただけということになります。 で27番は仮差し押さえ等ですからこれは民事保全です、ね、の手続きを取ったときにも実行完成が猶予されるということをあの覚えていただければ結構です。で28番は西国、国ここれれちょょっと見ておきましょう再度の再、ねえー、国は効力を持たないということをという判例法理があるわけですがその判例法理が2項で明記されています。 1>, で1項から一応見ておきますと、催告があったときはそのときから6ヶ月、まあ、これは変わってないですね、そのときから6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない、時効完成猶予、暫定的な時効完成猶予ですね。で、2項、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた、再度の催告ですね、これはえ時効完成猶予の効力を有しないとされている、再度の催告は前項の規定による時効完成猶予の効力を有しない。つまり えとりあえず6ヶ月止めてで6ヶ月止めるわけですがその6ヶ月止めてでまたあの6ヶ月がたとうとしているときにもう1回催告をする内容署名を打つということをやったとしても意味ないよということを明記したものですね判例法理です、はい、じゃあ9ページ行きまして協議、えー、を行う旨の合意による事項の完成用の規定の新設とありますが実はこれも大きな改正点です。つまり、えー 裁判を行う前に事前にですねこれは弁護士なんかよくやるんですけれどもいきなり訴訟提起だと相手にインパクト強すぎますのでまずは相手とちょっと話し合いをして交渉事前交渉してからそれで決裂したら裁判を起こすこれが一般的ですでその事前交渉の間にしかしだらだらやってると時効にかかってしまうという権利があったときにその権利をですな、ね、んとか消滅させないためのいわば保全的な措置ですねとしてこういう制度が認められた。 151条ですね見ていきましょう権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた時ですねこれ書面でする必要があります次に掲げるときのいずれか早いときまでの間は時効は完成しないだからこれ時効完成猶予の自由になったわけです いわゆる示談交渉で合意書を作ればそれによってとりあえず時効が止まってくれるとあの、えー、完成猶予されるということになるわけですね。で1号その合意があったときから1年を経過したときまでは時効完成しないその間にあの訴訟の準備をするということになります。 で2号、<laughs> その合意において、当事者が協議を行う期間、1年に満たないものを限るを定めたときは、その期間を経過したとき、だからあの2号で例えば1年と言わず6ヶ月というふうにです、ね、合意書の中に書いてあったら、6ヶ月間しか余裕がないということになるわけですね。で3号、当事者の一方から相手方に対して、協議の続行を拒絶するための通知が書面でされたときは、あすみません、あのちょっとカンマが一つ多かったですね、えー、これはちょっと一つ、これ、いらないですね。は その通知のときから6か月を経過したときだから交渉決裂の場合でも6か月間はとりあえず止まってくれるということになるわけです。はい、で2項以下はちょっと細かい話になりますので2項以下はです、ね、こ,ういう改正こういう規定も置かれてますよというところで押さえていただければ結構ですが4項でこれ電子的記録つまりメールでもいいんです。 だから書面だからといって、例えばいわゆる公正証書とかそういったもので作成する必要があるかというとそこまでの必要はもちろんなくて電子メールのやり取りだけでもこういった合意ができればです、ね、完成が猶予されると、と事項完成が猶予されるということになるわけですね。4項で電磁的記録という言葉が出ているのは注意してください。はい、そして152条が承認、承認による事項中断、事項更新ですね。152条1項。 時効は相手権利の承認があったときはそのときから新たにその進行を始めるだから権利を承認あの債務者が権利を承認すれば新たにその進行を始めると1回リセットされてゼロからまた時効が走り始めるということになりますで。2項で全項の承認をするには相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない。 制限行為能力者であってもこの時効更新の効果を持つ承認をすることはできる債務承認ですね、することは可能ということになります。はい、じゃあ10ページいきまして、はい、時効の完成猶予また更新の効力を及ぶものの範囲ですね。 いわゆるあの昔でいうと時効中断の効力はあの誰に及ぶのかという条文もともと条文があったわけですがそれはあのさらに誠置化したものということになります。153条1項 <laughs> 第147条または第148条の規定による時効の完成猶予または更新、だから裁判所の請求とかあるいはその強制執行の場面ですね。 による自行の完成猶予または更新は完成猶予または更新の自由が生じた当事者およびその証券人の間においてのみその効力を生じる当事者およびその証券人の間においてのみその効力を有するとありましてこれは元もともとあった規定ですね、えー、とほぼ同じ趣旨ということになります。<laughs> で2項 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は完成猶予の自由が生じた投資者及びその証券人の間においてのみその効力を有するとありまして、まあ、2項でも同じということになります。で3項で全条の規定による時効の更新は更新自由が生じた投資者及びその証券人の間においてのみその効力を有するとありましてこれも同じですかねその152条だから承認による時効更新ですねに関する規定を受けたものということになります。 結局あの、いわゆる相対抗ですね、自己完成猶予の,その相対抗ですね、についての規定ということになるわけです。はい、そして、新154条ですね。 148条1項確保または149条確保にかかる手続きは時効の利益を受けるものに対してしないときはそのものに通知をした後でなければ148条または149条の規定による時効の完成猶予または更新の効力を生じないとありまして結局、通知をしないと時効完成猶予等の効力は認められませんというものになります。条1項確保ととかかですね強制執行とか あるいは149条だから仮差しとかです、ね、あの執行とか保全の場面ですねこれを想定したものということになります。はい、そして 32, 条が32番がこれが天才等による時効の完成猶予9法だと停止と呼ばれていた制度ですねでこれ、あの従前の,その時効の停止と,ちょっとあのかなり変わってるんですけれども従前の,その時効停止はもっと短かったとあの停止期間が、ね、短かった。 ところが条でかななり長くなっています <coughs>。時効の期間の満了のときにあたり、転載その他避けることのできない事変のため第147条第1項確保または148条1項確保にかかる事由にかかる手続きを行うことはできない例えば訴訟提起とか強制執行の申し立てです、ね、ができないときはその障害が消滅したときから3か月これ、かつては2週間だったものがかなり長くなっています。 3か月を経過するまでの間は時効は完成しないということでこれも完成猶予という効力になっているわけです。はい、そして33番、これ有名な改正点ですね、日あのいらっしゃる皆さんの中にもご存じの方、多いと思います、166条です、まず1項から、債権は次に書かれる場合には時効によって消滅する、で1号。 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間でこれ、確定期限付き債権の場合は通常、その確定期限は知ってるとあの見なされますのでこれはもう自動的に5年間ということになります。確定期限付き債権というのは一般の契約ですよね契約書に通常明記されますので知ったときから5年間、こうしないとき、2号、権利を行使することができるときから10年間これは従前の規定と同じです。 で2項、債権または所有権以外の財産権は権利を行使することができるというは20年、ですね。こうしない時は事項によって消滅するということで例えば物件の消滅事項ですね、まあ、所有権はあの消滅しないんですけれどもそれ以外の物件ですね、消滅事項に関しては20年ということになります。で3項 全2項の規定は、式付き権利または停止条件付き権利の目的物を占有する第三者のために、その開始の時から取得事項が進行することを妨げないということで、まあ、こ,れはもうこれも従前からあった規定ですね、えー、と同じ趣旨ということになります。で、34番ですね、これが、これも新しくできた規定。これはあの、 えー、生命、身体の侵害に関して、えー、特に被害者を手厚く保護するとそういう趣旨の規定になります。167条 <coughs>、えー。人の生命また身体の侵害による損害賠償請求権の消滅事項についての全条第1項第2号の規定の適用については、えー、つまりあのに、えー、あ10年ですね10年という規定の適用については同号中10年間とあるのは20年間。 生命身体ですね生命または身体の侵害に関しては20年間がいわゆるあの行使することができるというから20年間ですねというのが消滅時効期間になりますということになるわけです。これはどういう場面を想定しているかというといわゆる安全配慮義務違反ですね安全配慮義務違反ですの場面を想定したものということになります。はい、11ページいきましょう 35番で定期金債権の消滅事項の規定の変更とありますが、まあ、あの定期金に関する消滅事項、もともとあったんですけれども、あのいわゆる分割払いでお金を返していくなんていう場合ですね、定期金の債権は次に書か,かれる場合には、事項によって消滅する、1号、債権 <coughs> 者が定期金の債権から生ずる金銭、その他の物の給付を目的とする、各債権を行使することができることを知ったときから10年間ですね、これは知ったときから10年間ということになります。<coughs> で前後に規定する各債権を行使することができるというかは20年間ですね。えー、ということでこれは166条だと5年間になっているあの知ったというから5年間になっているわけですがそれをまあ伸ばしているということになります。 はいで36番が169条ですね、えー、というのがあのできてあの、えーえー、置かれているわけですがこれはもともとあった174条の2ですねこれあのこちらに、えー、移したものということになります。判決が確定した権利についてはどうなのかということなんですが <coughs>、えー、確定判決また確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年。 これ、何を意味しているかわかりますかね、これ、169条で時効期間が10年になるというふうに書いてあるわけですが、例えば一般の契約上の債務不履行による損害賠償請求権等ですね、これは5年間、つまり権利を行使することができることを知ったときから5年間ですね。 えとなっている契約上の債権に関しては5年間となっているところが5年間の債権がこれ訴訟を起こして判決を確定させることによって10年に伸びるということになるわけですね消滅事項が、えーえー、契約上ですね5年間、えー、契約上の債権に関しては5年間とされているものがこれが10年になるということになるわけですから、えー、これは裁判を起こす意味があるということになってくるわけです、えー、要は裁判を起こして争って事項期間を延ばすということができるわけですね。 はいそして最後に37番ですねのところを見ていきますが短期消滅事項規定の廃止というのがあります、これはあのいくつかですね皆さんご存知のものもあるかもしれませんが170条から174条までですね現行法では短期の消滅事項が置かれている例えばお医者さんのその診療報酬債権は3年間、ですね現行法ではで弁護士の報酬債権は2年間ですね、これ丸3番ですけれども2年間。 であるいは、えー、小売商人が売却した商品の代金再建です、ね、などはこれは2年間ですね、えー、そして、よく、あのーまあ、豆知識としてです、ねあのー、よく話題になるものとして飲み屋のつけは何年で消滅事故にかかるのか1年間ということなんですね。だったんですがこれも全部合理性がないものとして社会経済情勢の変化に対応させるという趣旨で全部廃止で全部5年で統一知ったときから5年で統一ということになりました。 はい、民法総則の,の改正点、ですね、まあ、今回ちょっと駆け足で全部取り上げましたけれども、あのもうこれでほぼ全部です、あとは形式上の改正点のみ、ですね条文見出しが変わったとか、そういう形式的なもののみということになります。で民法総則に関して、まあ、民法総則だけ一つ取ってもです、ね、これだけ改正点があるわけですから、実は債権の,の辺ですね、債権辺以下のところになると、もう非常に多いということになるわけですね。 ですからぜひこの民法総則についてはまずこのレジュメでもう全部カバーしていますのでこういったものをですねちょっと利用していただければ結構ですが再建についてはですねまた改めてきちんとですね勉強して続けていただきたいということになります。 はいすみません、ちょっと60分をです、ね、10分ほどオーバーしてしまいましたのでもうこのぐらいにしておきます。以上でこの特別公開講座、ですね改正民法、国家変わるの民法総則編の講義はおしまいといたします。お疲れ様でした